久保さん、あの絵本の商人さん以外にもあの創価学会ってあるじゃないですか創価学会僕ね実は家がね創価学会だったんですよ <laughs> なんか仏壇もあって難民法蓮華経みたいなねなんか芸能人の久本雅美さんとかも創価学会なのかな難民法蓮華経みたいなのやってたんですけどだからあの悪いことすると親父にその難民法蓮華経しろみたいなね言われてたんですけど でもね今実家に多分ないっすねもう <laughs> 仏壇が確か <laughs> 僕は結構その覚えてんのが悪いことするととりあえず正座して南明法蓮華経を2時間3時間するっていうのは小学校の時ありましたね中学校になったからもうないかな小学校の時はね南明法蓮華経あと聖教新聞ですね聖教新聞ですね あとはその選挙か選挙は投票あこれ言われ大人になって言われたのが選挙行ってこいっていうね投票あ,のあれですよ創価学会の,あの共産党だったかな入れろみたいなありましたね実は僕ん家そうだったんですよでもまあでもその僕の場合はつらかったのは正座で難民法連華経でしたねでもなんですかね その今ニュースでやってるような感じではなかったかな、うん、そこまでもめちゃくちゃっていうわけじゃなかったのでうんでもなんか大変ですよねそのそこで生まれたらうーんやっぱ僕はなんかねあの まあ、ありがたいことにね高校から僕は家を出たんでそう卓球やっててね、うん、だ高校大学も家離れて自面でやってたんで家から出たかったっすねなんか、うん、でもなんかねまあやっぱね嫌だと思ったらね出ることが結構大事だと思いますね うん、出てうん出てそこでしのいでいくっていう <laughs> そういろいろしのいでいくっていうのが大事ですねだからその出たら何もできないんじゃなくて出たら何もできないからいろいろそこでもまれていろいろ自分でできるようにしていくってことが大事ですねうんだもちろんそ,そこでずっとそうなったからねエホバの商人ずっとやってたからそれ以外できませんそ,そ,そうなんですよできないんだけど できるようにしていかないといけないってことですよね。うん、だから僕もね、その何すかあの、最初からネットビジネスできたわけじゃないですからね、久保さんもネットビジネスできたわけじゃないですからね、これできるようにしてっただけですよ、単純に。うん、だからできないとかじゃなくて、できるようにすればいいんじゃないかなっていう、だか稼げないんじゃなくて、稼げるようになればいいんじゃないかなっていう、稼げるかどうかを論争するじゃないですか、みんな。 みんななんか稼げるんですかとか、成功するんですかみたいな。じゃなくて、成功するようにやればいいし、稼げるまでやればいいし <laughs>、勉強すればいいし。なんですかね、まあ一つ言える事実はですよ。成功してる人とか稼いでる人が全員天才ではないってことです。僕も久保さんも天才じゃないですよ。要領悪いですよ、久保さんも僕も。どちらかというと。要領よくないと思いますよ。 容量良かったらこれこのやり取りしてますかねそもそも <laughs> 7000本もやり取りしてます容量いい人があんま容量は良くないと思うんですけどね <laughs> 天才でもないと思うんですけどねうん天才だったらねなんか Windows みたいなの作ってたかもしれないですね久保さん <laughs> ねビル・ゲイツ久保哲郎みたいなねビル・ゲイツと久保哲郎が対談してるかもしれないですよね だからまあ一つ言えるのはその成功まあまあ稼いでる人は全員天才ではないし成功してる人が全員天才ではないので凡人ってことですねで凡人だけどじゃあななんでそういう生活ができるようになったかっていうと、まあ、単純にやったってことですよね <laughs> だからなんかそこをちゃんとなんかそこの事実を切り取ればなんか希望あると思うんですよねやればいいんだっていう単純に。 僕ねはっきり言うんですけど東大に合格するより簡単だと思いますよネットビジネスで稼ぐって久保さんどうですか東大受かるよりネットビジネス勉強してやって稼ぐ方が確率高くないですか簡単じゃないですか僕ね多分東大に受かる方がかなり至難の技だと思うんですよねこ久保さんの見解聞きたいですねネットビジネスで稼ぐ月収100万を達成する 難しさと東大に受かる難しさどっちの方が難しいか僕僕は東大に受かる方が難しいと思います月収100万稼ぐ方が簡単だと思いますじゃあ東大でしかもじゃあそれも東大に受かる人も全員天才じゃないと東大に受かるないのかっていうわけじゃないじゃないですか凡人普通の人もめっちゃ勉強して東大に受かる人もいるわけですよね全員が 東大に受かる人が天才なのか、iq 百五十とかあんのかっていうと、そうではないと思うんですよね。うん、まあ、みんなやってますよ、うん。やればいいんじゃないかなと思います、ね。いってらっしゃい。